東京から始めた2周期の旅行、寄り道を繰り返し、そして3日目の夕方にしてようやく九州の玄関、福岡県北九州市門司港に到着しました。これから早速鉄道に乗り換え、九州の奥へ入っていくことになります。いくら日の長い九州といえど、今の時期はもうだんだん夕日が沈んできている時間。本日は11月の5日だったかな、曜日を忘れてしまいましたけど平日です。2つ先、小倉の駅で特別急行ソニック号に乗り換えます。見た目からもお客さんにアプローチしてきて、結構評判のいい列車。本日は大変混んでいます。いや、いつも大変混んでいます。特に夕方の時刻ならものすごいことになっています。ですから割引の切符を利用したので、その分安くなった分はグリーン車の料金に充てることにしました。グリーン車だったらば他にお客さん相席をすることもなく、割とゆったりした時間、一番前のところから鉄道マニアが喜ぶような眺めを楽しめるようにも配慮されています。一番前のところにこんな風にフリースペースを設けられている列車は他にはほとんどありません。こういった楽しみを追求するという思想が JR 九州ではその発足の当初、つまり30年前ぐらいからずっと続いています。普通の旅行にさらに付加価値を与えてくれるようなこういう列車、もっとあちこちで増えてほしいと思います。これは鉄道マニアの視点だけではなくて、単純な旅行好きとしてもこういうふうに思うものです。大分県に入って、そして街の明かりがどんどん増えてきました。大分では2番目に大きい街、別府に到着します。別府駅はホームの明かりもなんとなく観光客が喜びそうなムーディーな色に変えられています。ゆっくりソニック号の写真を撮っていたのですが、ここから乗り継ぎのバスがあまり本数が30分に1本ぐらいはありましたけど、でも30分に1本ですから、もうちょっとね急げばよかったんですけれど、ちょうどホームを降りていって改札を出たところで、あと1分でバスが出るということが分かったのでした。まあ、しかしこのように順調に乗り継ぐことはできています。バスに乗り換え、神奈川温泉という別府八湯の中の一つへ向かいました。早速湯煙がお出迎え。別府に着きまして、そこからねすぐもうバスが出るということだったから、どれくらい本数があるかも分かんないし、タクシーで来るとお金かかるんで、駅の前でご挨拶と思いましたが、ちょっと予定を変えてここで撮っております。ここは鉄輪と書きまして別府神奈川温泉です。別府八湯、関海寺とか神奈川とかね、まあ、他にもいろいろあるんですけど、この神奈川温泉は特に湯煙が激しく湧き上げてくるようなところで、そこのマンホールみたいなところからも上がっているし、また向こうの方を見ていただいても道からこう湯煙が上がってるの分かりますかね。こうタクシーかなんか今来ましたけど、バスか、ここからも普通に湯煙、どこを撮ってもどこを見ても湯煙ばっかりで、街中から温泉硫黄の香りがしてくるところです。九州の温泉地といって最も好きなのは、いや九州というか日本の温泉地で最も好きなのは私は別府温泉です。もうあちこちからお湯が吹き出てくる湯量日本一、温泉の上に浮かぶ島とまで打たれるようなそんなところでして、もうあちこちから本当にこの夜の暗い時間でも湯気が立ち上るのが見えます。この神奈川の湯気の立ち上る風景は日本の重要歴史的文化的景観云々とか、まあ忘れましたけど、政府が登録しているそういうものにも入っておりまして、別府温泉を象徴するような光景です。でまたそれにふさわしくこんな風に昔ながらの建物を、まあ、意図的に残しているのか分かりませんけど残していて、石畳に改装していて、で車の通りも少なく湯巡りが楽しいところです。この夜のこの時間からでもこんだけ見えてですね、すぐ脇では温泉がザーザー、こんなに贅沢に温泉を源泉かけ流しなんてしてるとかなかなかないですからね。本当に贅沢なことですよ。お湯が少なくて温泉偽装なんかをやってるなんてことも近頃では問題となったところもありましたが、別府ではそんなのはどこ吹く風です。これこうザーザー音がしてるわけですけど、川ですよね。川からももう温泉の香りがもうもうと立ち上がってきます。さすがにもう温泉の温かさまでは登ってはきませんが、このすぐ脇にあります氷炭温泉という施設、まあスーパー銭湯みたいなものですけれど、ここがですね、かなりお湯をたくさん贅沢に使っているわけです。この氷炭温泉もまた、スーパー伝統的施設だというふうには言いましたけれど、伝統的な施設でありまして、1927年の創業だとさっき調べたら書いてありましたけれど、戦前から長くにわたって愛されてきた、当時はですね、なんか保養館だかなんだか忘れない、そんな名前だったらしいんですけれど、伝統的なスーパー銭湯というところでしょうか。最速ですね、これエキシビションというか、まあ本物なのかもしれません。これエキシビションですね。ひょうたん温泉のそのまあ名物といいますか、ここ発祥なのか知りませんけど、まあ、別府の事情も知ることができる設備です。別府温泉は非常に優れた温泉、成分も豊富なものが出てくるんですが、ただその湯量が、湯温がですね、98度ぐらい、あまりにも高すぎるということで、そんなんじゃちょっとこう入れないよと。じゃあそのために水を足してぬるくすればいいじゃないか。そんなことをすると温泉が薄くなってしまうわけですね。
温泉が薄くなったらその成分を 100% 感じることができない、一体じゃあどうすればいいんだということで考え出されたのがこのシステムでして、上からお湯をこうこのように落としてですね、この藁じゃないですけどこういう植物の木みたいなところにこうパタ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 とこう垂らすことによってものすごく一気に気化熱を発生させて、それで油温を下げるということをやっております。これによって別府温泉のその素晴らしい効能を失うことなく、しかし温度は下げて源泉 100% かけ流しを実現しているというわけでして、まあ、近頃ではね、それが必ずしもそうではないようですけど、ただやっぱり元々が暑い温泉ですので、別府温泉の温泉はですね、概ね暑い傾向にあり、入浴をするのにはそれなりの覚悟が必要という場合もあります。うわーとかね、目を見開かないと入れないようなところも中にはあるのです。でこのね、氷炭温泉の面白いところとか素晴らしいところ、750円なんですね。スーパー銭湯って1000円ぐらいからだと思うし、こんな観光地でね、ここしかもかなりすごいところでして、ミシュランガイドって有名なフランスのガイドブックですけど、あれでね、日本で唯一だったか4年連続3つ星みたいな感じなんですけど、そんなところ安いんですね。もっと天狗になって入場料多く取ってもいいのになと思いますが、豊富な砂湯、滝湯、露天風呂、蒸し湯、云々、寒湯、これもロイヤルストレートフラッシュ見てこう並んでるわけですね。なんでこんな素晴らしいところだと思いながら初めて高校生の時訪れたものです。タクシーで別府駅の方面まで帰ってきました。駅から一番近いのがどこなのか私もいまいちよくは分かっていないんですが、駅周辺にもたくさん温泉がありまして、町中の共同浴場は130で、大体が入浴料は100円ということで非常に安く、それぞれの浴場も別に高く、プロジにはなっていないんだそうですが、ただそれもやはり別府のその町の、その人たちへのサービス、市民へのサービスということで、多くがですね、赤字でもそのまま、公費でもって運営されています。でこういう駅前もすぐ目の前が駅なんですけど、ここにもですね、ビジネスホテル林と書いてありますが、天然温泉と書いてありまして、大体のホテルとかですね、こういうところにも駅前旅館みたいなところにも無料というの、その泊まった人たちが使えるような大浴場みたいなのがあったりとか、部屋にも温泉が引かれていたりとか、ここにね、確かあれ不動産屋があったと思ったんだけど、なくなったか、私の勘違いで不動産屋はねあったはずなんですけどね、変わったんですかね、まあ忘れちゃいましたけど、温泉付きの、マンションのお家みたいなものはたくさんこういうところにも物件が並んでおりまして、そしてまたね、6割のお家、さっきタクシーの運転手さんから聞いたんですけど、6割のお家で温泉がお家に引かれていて、家で別府の温泉に入ることができる。そして入らない残りのじゃあ4割はどうなのかというと、温泉を引いてはいないんだけれど、しかし、その人たちは共同湯、町中にある100円のですね、別府市によって運営されている共同のお湯に入っていくと、まあ、そういうことなんだそうです。それからここになんかまたモニュメント、まあ大体別府駅の前にはですね、何かしら置いてあるんですけれど、この人は油屋熊八という人でして、別府のその観光地化に尽力したところ、七五町の案内で知られている、観光バスのような運転をですね、それを始めたのも確かこの人だったと聞きますが、山は富士、海は瀬戸内、岩別府、そんな風なですね、七五、これあ、山は富士、海は瀬戸内、岩別府、まあこれは五七五ですけれど、ここにいろいろこういう風にこう書いてありますが、なんか別府でホテルを経営をどうこうとか、メキシコ、そんな人なのか、それすごいですね。江戸時代に生まれた人ですけれど、初めてバスガイドが案内する観光バスを作ったのがこの人でして、地獄巡りというのがですね、まあ、もし今回は行かないんですが、この九州旅行でもう一度もしかしたら別府を訪れるかもしれません。その際に、地獄巡りというのもしかしたらするかもしれませんけれど、その時にですね、この別府の街並みにある7つだったかな、別府の地獄と呼ばれている面白い温泉を利用した独特の景観、それを、案内するための観光バス、定期観光バスというのを開発したのがあの人でして、今その観光の手法は全国に広まっています。駅前にもですね、これもう今別府駅の正面玄関なわけですけど、こんな風にこう手湯というんですけどね、お湯の沸くようなところがあって、別府はもうこれほど本当に温泉には困ることはございませんということがですね、駅を降りた瞬間に分かるわけです。別府駅のホーム上にも別府と温泉マークがかたどられた看板があるし、それからこの駅のところも見ていただければ、温泉のマークがこのようにこうお湯を今またたなびかせているところです。別府駅の切符売り場の脇には駅長室、今駅事務室というそうですが、駅長さんの名前もかかっていまして、別府ステーション、ここにもまた湯煙、
別府で3泊浜脇温泉、まあ、これ別府八島のね、八島か8つありましたか、そうか、別府温泉郷の、まあ、それぞれの温泉地にはまた別の名前がついているわけでして、別府温泉というのはその中の一つです。まあ、これらを総称していわゆる別府温泉ということになっていまして、本日私が泊まりましたのがこの神奈川、あとは明晩も有名かな、あと寛海寺が別府の駅から海の方へ行ったところ、まあ、全部合わせると浜脇、別府、寛海寺を掘った明晩、神奈川、これ何でしたっけ、柴関温泉だったかな、あ、書いてあるそうですね。そして、亀川、亀川にも特急ソニック号が一部止まります。別府の魅力はね、それほどしっかりとお伝えできてないと思いますが、とりあえず今日はここまで。別府駅の裏側に新しくリニューアルして昔からある第一ホテルに今日は泊まります。本当にね、綺麗になっていいホテルでしたよ。今後はここに別府に何かこう宿泊をするという必要があればここを使いたいところです。あ、そうそう、あの晩飯ですけどね、これ買ってきましたよ、夕ご飯、これです。佐伯ラーメンと書いてあります。あの九州のもうちょっと南の方行った大分県南端の町佐伯でなんか名物になってるらしいラーメンをあのローソンで購入しましたということです。他には何も買ってこなかったな。こんぐらいですね。まあ大体今日はこんなところでしょうか。明日ももしかしたらもうちょっと別府の動画出すかもしれません。高崎山自然公園とか行ってみたいんですけどね。まあ、とりあえずこんなところ、ありがとうございます。